世界横綱。よろしくお願いします。失礼な、誰が世界横綱。私のことを。私の王子じゃないですよ。すごいですよ。横綱じゃないですよ。パンパンです。今日はパンパンですけど、はい、さあ、皆さんお静かに。そうですね。江戸時代から今もなお両国国技館の地下で人知れず行われている尻相撲がある。地上最強をかけて全国有数の猛者たちが東京に集った。力士にも身を取りしない屈強な尻が並ぶその爽快な景色に徳川吉宗が一言、なんと見事なケツデカなり。それからなんか今話作ってしょって人狼とかやってます。それからいつしかケツデカ相撲と呼ばれ、今ではアメリカでも NFL のスーパーボールと並ぶ一大行事となっています。そして今宵ついにエンタメの聖地ここサンシャインシティでケツデカ相撲が開催されます。ルールは至ってシンプル。ここ4枚のカードが沙織さん持ってますね。ます。この中から1枚選んでいただき、そのカードに書かれたケツデカファイターになりきっていただきます。ケツデカドーピングタイムがございまして、ケツデカドーピングタイムは1分間です。ここに用意された道具を自由に使い、大きなケツを生み出すケツデカドーピングをしていただきます。はい、こんなに先生とケツデカドーピングと言っていいですね。ネットみたいな台本ですね。そして、両者の準備が整いましたら、この土俵の上で尻相撲、いえ、ケツデカ相撲が始まります。優勝者にはこのケツデカチャンピオンベルトが贈呈されます。どちらに？ケツデカこれじゃないですか。かこのベルトをビデオデッキの上に置くという確かにですね。あまり歴史のあるベルトだと思いますけど、そして申し遅れました、今回 MC を担当させていただきます世間知らず新規です。お願いいたします。そして横にいらっしゃるこの方は本日審判を務めさせていただきます沙織です。よろしくお願いします。します。どうですかこのケツデカ相撲ということですけれども、みなぎる若者のパワーを、まあ、ここでふんだんに発揮していただいて日本の未来につなげていけたらなと思います。少子高齢化といったところでしょうか。そんなことは聞かない。それでは今宵この舞台を盛り上げていただく選手入場です。揃いました。さあどうですか沙織さん、この選手の顔ぶれ、ケツデカぶりは。みんな今日に向けて稽古してきたと聞いてますので、はい、緊張感も顔に出てますが、はい、力を発揮できたらなと思ってます。どうでしょうかね、男女混合ではございますけど、男女有利、女子有利とかあるんでしょうか。女子の方がケツはでかいですので、動きとか、なるほど、全然だからこれは男女とか関係ないと思います。関係なくドーピングもありますので、もう早速試合を始めたいと思います。はい、それでは第1試合目に参りましょう。第1試合目はヘイゴ・ステファニー VS ロマンナ・タキタの試合を行いたいと思います。まずはですね、ケツデカシコナメの書かれたカードを選んでそのキャラに入り込んでいただきます。はい、2人ともランダムで好きなを選んでください。はい、これだ。はい、取りずつお願いいたします。育ち盛り。そして最初の滝様、我はロボミ盛り。ロボミ盛り、育ち盛りと言うんです。ロボミザーマルが右でございます。ロボミ盛り、でございます。はい、それではドーピングタイムを行いたいと思います。用意された道具を自由に使い、大きなケツを生み出すケツデカドーピングをやります。それでは参りましょう。制限時間は1分間です。2人でも取り合ってくださいね。それではいきますよ、ケツデカドーピング、よーい、スタート。あ、いいんですよ、ロボミ盛り入ってますよ。ロボミ盛り、もうロボの感じ入ってますね。来ていただいて。あ、いいですよ、無駄な時間が多いですね。はい、もうちょっとケツに入れていかないとね。もちろんシンプルで戦っても、あ、ロボだから、与える、育ち盛り、入らねえや、入らねえや、育ち盛り、入らねえ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 、中とか入れる、これとかいいんじゃねえか、いいじゃん、いいじゃん、なるほどね。お、さあ残り30秒、30秒ですよ、まあ、入れすぎてもね、とにかく機械系を入れてるロボは育ち盛り、笑うも大人っぽくもありてえやい。あー、育ち盛りだね、大人っぽくもありてえやい、いいね、そうやい、そうやい、そうやい。さあもう OK だったらスタンバイしていただいていいし、もっと詰めるんだったら詰めるんで大丈夫ですから、ね、知識とかも詰め込むえい。前はあんま関係ないですよ、前は意味はないです、知識も詰め込むやい。さあ残り10秒でございます。野球は普通に好きやい、好きやい、お、なるほど、終了。さあ、それでは両者選んだものはここでございま
ますね。こういう状況でございます。はい、それでは準備は整いましたので土俵にお上がりください。さあ沙織さん、血具合はどんな感じでしょうか。育ち盛りといった感じでしょうか。はい。そしてロモミ盛りといった感じですね。そうですね。はい、それでは両者土俵ない、時間ない、投げやり盛り、投げやり盛りでございました。あ、いいですよ、いい具合に。最初はくっつけた状態でいいですか。はい、いいですね。だって平行じゃないですか。はい、わかりませんが感覚でいってみます。これなんかもうちょいセンターに割ってるのがいい。あ、ちょっとセンターで割りましょう。ちょっとロゴミが出過ぎっていう感じですね。どうしますか。はい、計算します、計算します。勝算、勝算、勝算を、はいはいはい、よかったよ、かっけー、素晴らしいですよ、ロボかっけー。それでは行きましょう。審判、行事軍配お願いいたします。それでは発揮よー、残ったわかりましたよ。なんだかみんなに無視されてる。
もう一回。もう一回行きましょう。ということで、これは置いてください。なしです。まあ、もう一回入れなかったらそれでも大丈夫ですよね。行きましょう。トッピング1分間でお願いします。お、風船。頭がいい。何すんの。猫だましの要領。言っちゃった。言っちゃった。絞りました。あ、でも、あ、でも、シンプルに入れます。あ、いいね。なるほど。さあ、残り30秒。膨らませすぎて、入らない。計算が違った。私にも分かりません。分かりかねます。本気でやってください。本気で。いきますよ。決勝戦発揮。よーい、残った。よいしょー。来いよ。来いよ。よいしょー。よいしょー。現役リセット席。やったー。お見事でございました。はい、それでは決勝戦インタビューに参りますので、ケツデカチャンピオンということで、ケツを正面に向けてインタビューのほどよろしくお願いいたします。それでは審判の2人さん、優勝者インタビューお願いいたします。かしこまりました。今、正直に勝った気持ちをお聞かせください。優勝せー、わからない。チャンピオン同士にしかわからない会話だ。今日このためにやってきたことなどありますか。お昼にカレーを食べてきました。勝つぞということで、勝つカレーでしょうか。違います。シンプルカレーということで。なるほど、かしこまりました。ご報告でございます。私、今日で芸人を辞めます。なんでですか。辞める必要ないです。それでは、横綱の方からベルトの方、贈呈をお願いいたします。かしこまりました。リセット席、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、初代ケツデカチャンピオンはリセット席ということでございました。ケツの数ほど夢がある、そういったところではないでしょうか。かしこまりました。それではまた、有望なケツデカを募集しております。それでは、ケツデカ席に大きな拍手を。次回はあなたの町でケツデカ相撲が開催されるのではないでしょうか。以上、ケツデカ相撲でした。ありがとうございました。